皆さん番です。サーリエットニュースの時間です。前回上手に揚がったフライドポテト、サヤオズボン顔なしお二人がフライドチキンに挑戦するようです。小麦粉をボール型のお皿に入れ観察。そしてこれは胡椒です。胡椒にやられてしまいました。不機嫌です。不機嫌なサヤオズボン、どこか行ってしまいました。あ、すぐに戻ってきたようですね。よかったです。じっくり観察してクレイジーソルトを入れました。じっくり観察。シナモン、ナツメグを入れてかまします。もう感情が読み取れない不思議な表情をされてどっかに行ってしまいました。そしたらですね、もう揚げていくみたいですね。チキンを見せてくれました。これを、牛乳につけて、溶き卵ですね、卵を溶いたものにつけて、あの不思議な表情でかました粉につけて、こっち見て揚げていきます。これ音が入っていませんけれども、ちゃんとジューって言っていたとおっしゃっておりました。チキンをね、こうやってやっていくんだぞと、これを繰り返していくみたいですと思ったら、突然のモグさん、癒しタイムです。可愛らしいです。今日もと言ってる間にいい感じに揚がったようですね。とっても美味しそうです。お、いい感じじゃろと声が聞こえるようです。顔なしも喜んでいます。完成、おめでとうございます。おめでとうございます。この二人の後ろ姿もいいですね。はい、再びご登場です。完成した品をゆっくり、せーの、よいしょっと置きまして、ピシッ。ピシッ。お二人とも嬉しそうですね。それではいただきます。そしてここでですね、一つ問題が発生したようでですね、カメラの前で顔なしがご飯を食べられないということですので、サヤオズボンが食べることになったみたいです。どうだ、おいしいそうです。おめでとうございます。うまいうまいとおっしゃっておりますね。この後二人はお腹いっぱい幸せな時間を過ごして、サヤオズボンは再び自分の星へと帰っていったそうです。ありがとう顔なし、ありがとうサヤオズボン、また会う日まで。んだらね。